今日はこの細い紙を使ってカマキリを切ります。まず2つ折りにして頭から切っていきます。目を切ります。釜の部分を切ります。腰の部分を切っていきます。の部分です。いつも折り返して、胴体部分を作るので折り返して胴体部分を作っていきます。とはつなぎね部分に入れる差し込み部分を切ります。してまずお腹の切り込みを入れます。そして足の切り込みを入れます。これで一応切り込みは終わりです。切り抜いたカマキリはこんな感じです。これか。あ、ここの折り返しのつなぎ目部分の切り込みを入れるのを忘れました。ここにちょっと背中の部分に2箇所切り込みを入れます。それから足を通していきます。これはカブトムシやあとみんな共通ですけども、足を通します。足を通して入れていきます。こうして、足を中から生えているような感じで見えるようにします。これで足が完成です。そしてつなぎ目に差し込んで、こうですね、つなぎ目に差し込んで胴体ができたらここで折り返して固定します。それから、お腹の部分ですが、ここで少し中にこう折り込むようにします。縁を折り込むようにします。
そしてカマキリ結構細いので少しこう細めにこう形をつけてあげます。お腹の部分は少し膨らまし気味でこんなふうに膨らまし気味にします。そしてこの腰の部分を少しこう折ってあげます。頭も折ります。そして頭の、口の部分でね、ここでちょっと絞ってあげます。そしたら顔がこんなふうになります。顔がこんなふうになります。これ触覚ですね。これあとは足と手の形をもう少し、整えてあげると、カマキリです。